皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。全部で5問あります。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。海の中を動く潜水艦のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ここの黄色い魚が消えていました。二つ目は、上のカメラが反対向きになっていましたね。そして三つ目は、右下の石が大きくなっていました。ワカメやサンゴ、イソギンチャクにも顔がついていて可愛らしいですね。2問目です。授業中の様子です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、女の子のペンケースが小さくなっていました。これではペンを入れることができませんね。二つ目は、男の子の上げている手が短くなっていましたよ。
気づきましたか？そして3つ目は、男の子が使っているシャープペンの上の部分が大きくなっていました。細かいところでしたが、見つけることができましたか？それでは次の問題に行きましょう。3問目です。海のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、灯台の窓が消えていましたね。二つ目は、カモメの羽の色が変わっていました。そして三つ目は、人手が小さくなっていました。白クマが気持ちよさそうにしていますね。4問目です。バーベキューを楽しんでいるイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、テントの上の部分が変わっていました。二つ目は、男性のワインの量が減っていました。見つけることができましたか？そして三つ目は、クーラーボックスの蓋を閉めるロックが真ん中一箇所に変わっていましたね。最後の問題です。横断歩道を渡っているイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、学校の窓が消えていましたよ。二つ目は、右の木の上部分が伸びていましたね。そして三つ目は、女の子のスカートのラインが一本消えていました。安全に登下校するためには、こうして子どもたちもルールを守ることが大切ですね。以上で問題は終了です。この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。